コロンボ、はい、コロンボさんです。さあ皆さん、ポピープレイタイムチャプター4楽しみですよね。コロンボさんもね、楽しみが過ぎまして、まあ、いろんなファンメイドのねゲームとか映像っていうのを見てきたんですが、今日もファンメイド映像を見ていこうと思います。で、今まではねバラバラにね結構いろんなチャンネルを見てたんですが、今日はですねこのバギーワギーのチャンネルを見ていこうと思います。なぜならですね、このバギーワギーさんはですね、もうなんか短編のねストーリーみたいのでエピソードみたいな感じで作ってるんですよ見るからにやばいでしょ、もうサムネ今日はその前回もちょっと見たんですけど、その続きからちょっとずつ見ていこうと思います。確かにピッキーピギー、この辺だね、ピッキーピギーがなんか列車にこうボーンってぶつかるみたいなとこまでね、なんか見たんですよ。その続きっぽいところから見ていきましょう。さあ、ではコロンボさんがねポピープレイタイムチャプター4のファンメイドストーリーを見ていく前に、チャプター4のメインのキャラクター誰だろうって思ってる人は、その予想したキャラクターをコメント欄に書いて高評価の方よろしくお願いします。じゃあまず最初のエピソード、ポピープレイタイムチャプター4もう当たり前のように4です。ビッキーピギー is dead ビッキーピギーはお亡くなりになってしまうでしょうか。まあ見てみましょう。レッツプレイ。おお、あ、え、走ってる走ってる、電車と並走してる、すげえな。豚なのにめちゃめちゃ走れるな、ピッキーピギー、すごい、アクション映画並みだな。おお、意味なくね、それ切り離すの。あ、ちょっと早くしたんだ、切り離して。ピッキーピギー、え、落ちた落ちた、危ない危ない、すごい、え、もうやばいやばい、ピッキーピギー来てる、アクション映画ないよ完全に。おお、すごい、ダイハード。あー、ピッキーピギーが、あー、もう捕まってない、今捕まってなかった大丈夫。うわ、でもピッキーピギーもさ、すごいね、走力が。この速い列車にさ走ってついてきてるよ。あ、もっともっと速くするのね、なるほどね。あ、また同じことしてる全く同じやん、それやってることがやってることが同じなんよ完全に。あー、ピッキーピギー追いつか、おい、おちょ、無茶だろ。おい、ピッキーピギー、今のはちょっと無茶じゃね。あ、顔突っ込んだからだよ、ほら。よかった、よかった。顔突っ込んだから、そうやってほら、切り離しのまま連れてかれちゃうんだよ、電車に。あ、でもこれでなんとかなりましたね。あー、ポピーちゃん。今何してるんだっけ、この、あ、ポピーちゃんすごい。そう、ガンガンガンってなってたけど大丈夫かな、不安だな、ちょっと。あ、あ、ピキピキやられてる。あ、ビデオあるね。ピキピキ倒したんだ、じゃあ。誰、え、こいつもなんか前なんか出なかったっけ。あ、これなんかディライト先生の男性教師バージョンみたいな感じ、ディライト先生の男の子バージョンみたいな感じかもしれませんね。なに、味方なのかな、なんか。なんか話したけど全然わからん。どこに向かってるんだろう。ポピーちゃんはというか、ポピーちゃんもガン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 ってなってたけど。あ、なに、あ、謎解きか。すごいな、相変わらず映像のクオリティ。どんだけ作ってんの？毎日これに時間かけてるだろ、この人。他に何もしてないだろ、多分。そんなことねえか。まあね。まあでもこれだけのクオリティ作るにはやっぱりね。これに全時間をかける必要ありますよね、多分。寝る時間を惜しんで、食べる時間を惜しんで、これのね、映像作りに多分時間かけてんじゃないですかね。めっちゃ謎解きするな。ゲームじゃないのにめちゃめちゃ謎解きするの、なんなの。さあさあさあ、もういいですよ、そろそろ。おー、ついたついたついた。やっとだわ。やばい、めっちゃやってた。あ、終わるんかい、そして。オッケーオッケーオッケー。もう一回見たいシーンは、ピッキーピギーが無茶しちゃうとこですよね。捕まえたいがために無茶して顔をズボーってやっちゃうとこ。行くよ、ここだここだ。行くよ、せーの。あ、ピッキーピギー来ましたー、待ってー、捕まえたい一心なんです。はい。ピッキーピギー、これは握手じゃるアリンコって感じですね。じゃあ次行きましょう。続いては、ファーストミーティング with ミスターデライト。あいつ、あの男の中ディライトみたいな人は、ミスターディライトなんだよ。名前一緒なのミスターケビンみたいな、そういう顔だったけどな。まあいいや。さあ、そしたらさっきの鈴木からですね。ポピーちゃんは大丈夫みたいだね、なんか。あ、え、ピキピキまだ生きてんの、強すぎだろ、あいつ。
だから無茶できるんだわ、あの顔ズボーって。だからね、あのね、こんな体使えるんだね、こいつ。どうするどうする、あ、早い早い早い、ニャムニャムとか言って追いかけてきてる。可愛いな、結構。やばいやばい、あー、よかった。ここで逃げ回るの無理じゃね。ピッキーピッキーの旅力ではこれ逃げれないぞ、普通のプレイヤーは。あ、な、あ、なんか、なんか部屋みたいとか、大きな家みたいなとこ入ったわ。あ、駅だわ、駅。すごいでっかい駅があるんだ。なるほどね。うまくかかあ、また来てる、また来てる。隠れて隠れて、やばいよ。うわ、めっちゃ下がる。倒す手段ないのかよ。十字架あれだ、胸にぶっ刺すしかないわ。ニンニク塗りまくった十字架をぶっ刺すしかない。あ、なんか、え、スマイルクリッターズの銅像みたいのあるわ。何これ、あ、バレたバレた、何やってんだよ、もっと隠れよって。あ、あ、え、どれどれ、あ、出た出た出た、ミスターケイン、ミスターケイン、ミスターディライト、ミスターディライト出たわ。うーわ、マジで、ちょっと待って、ミスターディライト、いきなりさ、殴りかかろうとしてんの何なのこれ。ポピーちゃんがなんか止めてくれたみたいだけどさ、いきなり殴りかかろうとしないでよ。ディライト先生とどういう関係なのか、ちょっと私は気になりますね。ちょっと、ね、答えによっては、ちょっと許さないです。じゃあ次行きましょう。さあ続いて、ミーティングウィズプロトタイプ？マジで？プロトタイプに会うの？それはちょっと楽しそうだな。じゃあ行きましょう。レッツプレイ。あ、ついてきたのかな？ミスターディライトと。何ここ？あ、ミスター、あ、いたいたいた、ミスターディライト。何？あ、こいつの事務所みたいな感じ？え？何だ？え？ええー、どう？ドッグ、ええー、おい、マジかよ！ドッグデイの首投げつけんなった？ミスターディライト食われてるって、それより、やばい、やばすぎる。おいおいおい、ドッグデイがいつの間にやられたんだよ。え、なんか喋ってない、ドッグデイ。え、喋ってたか、動いてたよね、ドッグデイ。まだ生きてるのかよ。もういいだろ、命尽きろよ、さすがに。あんだけ、あれだけになって、首だけになってもまだ動くと、お前それ、もののけ姫のモロなんよな、完全に。大丈夫、ピッキーピッキー、ディライト助けに行けよ。なんか今、ドッグデイのベルトみたいなアイテム取んなかった？何する気？あ、どうする気？な、何、何する気？何する気？え？大丈夫なんだ。え？ああ、めちゃめちゃにやられてる、めちゃめちゃにやられてる。ミスターディライトめちゃめちゃにやられてた。あ、やばいやばい、え、あ、ミスターすごい、痛そう痛そう痛そう。ああ、かわいそうかわいそう。いや、もうもうもういいもういい、もうやりすぎ。さすがミスターディライト、ミスディライトのあれだ、男版だわ。残虐性にすが底なしだわ。怖っ。この笑顔でだよ、だってこの笑顔で、あの残虐性だからね。怖いよ。どうすんの、ドッグデイはまだ生きてるの？リペアだって、え、直すんだ。え、ドッグデイ直せるの？嘘だ、マジで言ってる？あの状態から入れるってこと、保険に？そりゃすげえぞ。なんか探してるね、なんか直すために探してねみたいな感じか。ちょっと待って、1006はいつ出んの？あー、なんか、あー、3つの電源見つけないとなんかできないんだ。ドックで直すのもそうなんじゃない？3つの電源を探さないと多分直せないのかもしれない。あるかな。まあゲームみたいな感じで置いてありますわ、はい。なぜそこにあるっていう疑問は置いときましょう、一旦。オッケーオッケー、あと2つあと2つ。いや、ピッキーピッキーの倒し方めっちゃ怖かったね、ミスターディライトの。ボコボコにやられてるかと思いきやあれだからね、一撃で倒したからな、一撃じゃねえか。残虐な無慈悲な連打で倒してたわ。おっと、あと1個か。そして、あー、2個同時に持ってくのね、なるほど、そっちの方がいいと思うよ。うん、あったあったあった、何通とかに置いてんだよ。座れないだろ、そこに置いてたら椅子に。さあさあさあ、ちょっとまだね、1006が来てないんで、そこは怖さありますよ。オッケー、揃いました。あ、2階に上がって、だって。あ、なんかパネルをいじって、みたいな。何するんだろうね。この場所で今何をしようとしてるのかわかんねえ。あ、やばい、え !1006 でかっ、え、いきなり出た。すごい、めちゃくちゃでかかったね。本編のよりでかかったぞ、今、1006。
怖え。ちょっとごめんなんだけどさ、ドッグデイの顔がぶん投げられるとこだけもう一回見ていいかな。ミス・ディライトと一緒についてきたら、いくよ。はい。ちょっと悲しすぎるだろ、ちょっとこれ。あまりに衝撃的すぎて。で、ズドーン、うん。で、これ引っ張ってくんだよね、ドッグデイの顔を。はい、ずる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 。ドッグダイの扱いがだんだんとこ存在になってるっていうかさ、コロンボさんも含めてなんですけど、はい、なんとかちょっと改善できるようにちょっと掛け合ってみます、はい、労働委員会に、はい。OK、 じゃあ次行ってみましょう。さあ続いてはリジェクテッドクリッターズ Wanna Eat Mr. Delight。 あれじゃん、なんか前回さ新キャラかみたいな感じでさ、ほらファンメイドのやつあげたじゃん。そこでなんかすっげえ知らないさ、スイクリッターズいっぱいいたじゃん。これでしょ、リジェクテッドクリッターズって。が、ミスターディライトを食べたいみたいな。波乱の予感がしますよ、波乱の予感が。で、行きましょう。レッツプレイ。あ、なんか、なんか手が変わってる。あ、なんかさっきの場所じゃない、でも。病院がなんとかって言ってたね。なんか病院に行くのかな？ドッグデイ治すために病院行くんじゃない？いつの間にこれ変えた？あ、え？あ、これオーリーか。オーリーが喋ってるんだ、何か。プロトタイプが？なんかでも、とにかくプロトタイプに気をつけながら、あれだね、病院に行けって。あー、電車があるのかな。お、なんかすごい作戦会議室みたいなとこあるんだね。面白いね、作り込まれてんな。しかし労働画面まであるわ。すごいな。こいつよく喋るな、こいつ。めっちゃよく喋るんよな、ミスターディライト。ミス・ディライト先生出ないかな。ミス・ディライトとミスター・ディライトのな、あれだよね、こう、なんか、喧嘩見たいよね。何よ、あんたみたいな、そういう喧嘩。これ何これ、あー、謎解きね。オッケーオッケーオッケー。おー、簡単だな、なんか。どういう仕掛けなんだか、よくわかりませんでした。あー、これで列車で移動していく感じなんだね。なるほど、なるほど。あ、みんな乗ってる？あ、みんな乗ってる。オッケーオッケーオッケー。またでもさっきのリジェクテッドクリッターズこれ来るんじゃない？食べられるのかな、ミスターディライト。あ、あ、やばい、来た、あ、来た来た来た、やばいやばい、食われた。あ、食われる、やばいやばい、何、え、え、どういうこと、仲良し、ちょちょちょ、え、え、どういうこと、なんでなんで、え、仲良しなの、なんで、何が起こって、全然食われないじゃん。わっぺ、なんで仲良しなんだよ。食われろよ。やばい。やばい展開を期待していたコロンボ。なんだ、じゃあリジェクテッドクリッターズたちは敵じゃないんですね。少なくとも、小さい形のやつらは敵じゃないのかも。っていうか、ここ何？プレイケアのなんか第二の場所みたいな、そういう感じかな。あ、要は、あれか。破棄されたリジェクテッドクリッターズたちの、あれだ、住んでる場所みたいな感じだ、多分。なるほどね。だからほら、銅像がもう、見たことないやつらばっかり。やばい、牛みたいなやつとかいるわ。なんかドラゴン？尻尾あるやつもいるぞ。なかなかすごいですね。じゃあ、ここも冒険する感じだ、多分。これから。うーわ、すげえ。作ってよ、もう、バギーバギー。ゲーム。あー、着いたみたいですね。さあ、どんな冒険が彼らを待ち構えてるんでしょうか。なになに、え、列車、あ、違う、列車の音じゃねえわ。おー、広場入った。あ、もう終わりちゃう、終わり、終わりだわ。オッケー、じゃあ次行きましょう。さあ、そしたら今回これが最後ですね。見ていきましょう。え、ミスターディライト、アベンジ、キッキンチキン。キッキンチキン？え？アベンジってなんだろう？ダチムカーみたいな。アベンジャーズ？わからん。ちょっと見てみましょう。レッツプレイ！あ、なんか鍵取った。あ、さっきの、ちょっと、飛んでる？まあいいや。なんか、どっかの施設の中入ったんですね。え？待って、めちゃめちゃいない？キッキン、あれ、待った！キッキン、キッチキン、ちょっと待って！ドッグデイ持ってる、ドッグデイ！あ、やられてる、やられてる！ドッグデイ！おい、ドッグデイの胴体持ったぞ、あいつ。何やってんだよ、おい。ドッグデイのお前、死骸で遊ぶなって。
いきなり現れたな、キッキンチキン。やっぱめっちゃ追いかけられてる。全員倒していく感じかな、もしかすると。クリッターズのね、生き残りみたいなやつらを。ドッグデイは解放してやれよ。逃げて逃げて逃げて。捕まらないでね。早っ。いやもう捕まるだろ、その距離で逃げてたら。なんで逃げれるんだよ、逆に。なんとか逃げれましたね。キッキンチキン。すごい小さいクリッターズ殺したって言ってる、キッキンチキンが。かわいそう。キッキンチキンやってくれたな。でもさ、ミスターディライトに懐いてたじゃん、あのちっちゃいクリッターズ、リジェクテッドクリッターズ。ちょっとミスターディライトが黙ってないぞ、これ多分。オーリーはまだ姿を現したりはしないようですね、どうやらね。あ、キシー、え、待って、今キシーニードヘルプトゥーって言ってた。キシーもまた助けを求めてるって。キシーどこに、そういえばなんかキシー連れてかれてましたもんね、なんかクリッターズの大群にね。あれのこと言ってんのかな。どこに向かってるんだろうか。もうね、目的は全然わからないです、正直。なんとなくで掴んでます、はい。あ、ジェネレーターね、オッケーオッケー、なるほど、頑張って頑張って頑張って。何が襲ってきたっけ。あ、キッキンチキンだ。キッキンチキンがどこから出るかわかんないから、ちょっと油断はできませんよ。お、電源全部入ったみたい。ここでは電源を入れた上で何すんだ。あ、やばい、来た、え、あ、え、あ、え、待って、もう一回一瞬。はい、来ました。あ、ディライト強っ。なんかぶっ刺したよ、グシャって。やべえ、強いじゃんディライト。これちょっともう続き見てえな。最後かなとは思ったけどさ。そこだけ見ていい、その続きだけ。オッケーオッケー、じゃあさっきの続きだけちょっと見ましょう。ミスターディライトの活躍最後見て終わります。せーの、バン、パパ。あー、来た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 。あ、何ぶっ刺してる。定規、待って、定規みたいなぶっ刺してるわ。あ、でもやられるやられる。あー、ドンってやられた。ドンってやられた、ドンって。あ、なんか持ってかれた持ってかれた。え、あー、やばい、キッキンチキン。何されんの。何、どこにいられてる。あれじゃない、これグランパック作る機械みたいなとこだ、多分これ。おお、じゃこの続きをまた今度にしましょう。気になるけどさ。いやー、面白かった。さあ、ということでね、今日はポピープレイタイムチャプター4のファンメイドストーリーを見ていきました。ちょっと続きはまた見ましょう、面白いので。ちなみにポピープレイタイムチャプター4に関しての新情報としまして、まあ、今ね、あのプロデューサーってか、CEO かなとかですね、まあ、言っていたことによると、まあ、チャプター4順調に今作られてるそうです。そして、前回チャプター3の時みたいに2年もかからない。まず間違いなく2年かからないと言ってます。1年以内あるいはそれ以下で、まあ、すぐポピープレイタイムチャプター4をリリースすることができるんじゃないかみたいな、そういう趣旨の投稿してましたのでね、あんなに待たなくて大丈夫そうです。ということで楽しみに待ちましょう。さあ、ということで今回のストーリー面白かったなと思ったら、高評価とチャンネル登録、あとファンメイドで出てきてほしいキャラがいたらぜひコメントで教えてください。それではまた会おう。コココーコロンボー、バイバイ。